難読漢字、意外と正しく読めない漢字の問題が全部で20問です。では始めましょう。第1問、これ何と読む？正解は思惑。あらかじめ考えていた事柄です。第2問、この漢字何と読むでしょう？正解は愛猫。可愛がっている猫のことです。第3問、これ何と読むでしょう？正解は駅務。労働などによる勤めです。第4問、この漢字何と読むでしょう？正解はおののく。恐ろしさのために体が震えることです。第5問、この漢字何と読む？正解はのぼせる。血が頭へ上ってぼーっとなることです。第6問、これ何と読むでしょう？正解はムラサメ。激しく降ってすぐに止む雨です。第7問、これ何と読む？正解は垂れる。下の方に下がっていることです。第8問、これ何と読むでしょう？正解はまとも。まっすぐに向かい合うことです。第9問、この漢字何と読む？正解は免れる。危険な目に遭わないで逃れることです。第10問、これ何と読むでしょう？正解は痛く。程度の甚だしい様です。第11問、これ何と読む？正解は文盲。無学で読み書きができないことです。第12問、この漢字何と読むでしょう？正解はおなもみ。菊科の一年草です。第13問、これ何と読むでしょう？
正解はコレラ。コレラ菌を病原体とする感染症です。第14問、これ何と読むでしょう。正解はくしび。不思議なことです。第15問、この漢字何と読むでしょう。正解はシイラ。スズキ目シイラ科に分類される海水魚です。第16問、これ何と読む。正解は青みどろ。星みどろ科の緑藻の総称です。第17問、この漢字何と読む。正解はおみき。神に捧げられるお酒です。第18問、これ何と読むでしょう。正解は夢うつつ。夢と現実のことです。第19問、これ何と読むでしょう。正解はマジ。南または南西の風です。第20問、これ何と読む。正解は黙と。目指すところです。